秋篠宮家の悠仁さまが実は東大を受験すれば合格するという、受けさえすれば合格するという、そう断言されている東大出身の教授がねいらっしゃったということなんですよね。でその方が語っている、でも東大入学の見過ごせないリスクがありますよというねお話になっております。筑波大附属高校3年生の秋篠宮家の長男悠仁様が東京大学を受験するか注目が集まっていました。武蔵大学社会学部教授の方が、公平公正を判断してもおそらく悠仁様は東大を受けさえすれば合格するはずだと私は考えています。ただそもそも悠仁様は東大に行きたいのでしょうかというね、まあ、そんな疑問点も掲げてるんですよね。まあ、そんな中で、まあ、東大受験に反対している署名された方が1万人を超えているというねお話、悠仁様の大学受験に注目が集まっていて、かの有名な週刊文春が悠仁様の筑波大附属高校の成績事情を、授業についていくつもの難しいほどの異例の成績だと報じた。そう思えば別の週刊誌は悠仁様の東大入学は規定路線だというふうにもね語ってるんですよ。でまたまたインターネット上では、どうも東大卒の研究者からなると言われている赤門ネットワークなる団体があるそうなんですね。こちらではですね、悠仁様が東大の推薦入試を悪用し、将来の天皇として特別扱いで入学されることは象徴天皇制を根底から揺るがすことになるため反対しますと、まあ、そういう証明だったということなんですね。この署名は いわゆる、まあ、皇室の威厳を保つためということになっているようですよね。でこの時点では 12,545 人の賛同者がいらっしゃったというねお話でしたね。でそのタイミングで今度は悠仁様の語学友を名乗るアカウントが SNS 上に立ち上がって、そしてまずはお茶の水女子大学附属中学の同級生がSNS で上がっているそうですね。で悠仁様が高校の教師に対し、僕が分かるように教えない、お前は悪いと教室で激高されたというね、そんな噂が上がったというんですね。そしてこれは赤門ネットワークによる署名を募る文章でも言及しているということですね。そちらに反論して、そのようなことをされる方ではないと、まあ、悠仁様を擁護されているというね、お友達のアカウントということなんでしょうかね。ただこのアカウントが挙げた本人を証明するためのお茶の水女子大学附属中学校という文字が入った証拠写真が2022年度のものだったため、年齢が合わないのではないかという疑惑が生じたと。またで筑波大附属高校の同級生を名乗るアカウントが現れ、悠仁様は先生に向かって激高するどころか、逆に先生に積極的に質問をされていましたと、まあ、主張されてるんですね。でこれもまたたちまちネットの名物の特定班が発動、学生証とされる書類が微妙に長方形ではないなどの細かなところをついてきて、どうも学生証ではなく学割のための証明のようだということになりました。またアカウント名のローマ字がヘボン式ではなく訓令式になっていて、かなりの高齢者か省庁関係者ではないか、いや単なるファンのなりすましではないかなどと疑われていると。まあ、そんな中でネットは蜂の巣をつついたような大騒ぎだということなんですね。まあ、確かに悠仁様ご自身に対してはお気の毒だなという感じがいたしますよね。高校での成績までね、まあ、取り上げられてしまっているということですから。でこの方もですね、実際に東大に入学されているそうなんですね。地方ののんびりとした公立高校で、まあ、そこも一応進学校だったんですけども、そちらに入っていて、そこから東大に入学されたそうなんですよ。で京大などは問題そのものが難題であることが多いそうなんですけども、でも東大の入試はそれほど難しくはないそうなんですね。ただ各科目でまんべんなく点を取ることを求められ、その科目数がとにかく異様に多いと。稀にいる天才的な人はそれほど勉強することもなく、日頃の勉強だけで難なく合格するが、そういう人はほんの一握りの例外であります。とにかく科目数が多いために勉強する時間が必要だと思いますと。まあ、簡単とはいえ、やはりそのレベルの方がおっしゃるから、まあ、そのようにね言うのでしょうけども、だから悠仁様がねそのレベルにいらっしゃるのかどうかというのもね疑問ですけどもね。でその赤門ネットワークのオンライン署名なんですけども、署名を集めるに至った経緯や理由がですね長文で綴られていたそうですね。で署名を呼びかけている、おそらくその文章を書いた人は、
アカデミアの近くにいる人だろうと、この記事を書いた人も、ね、読んで思ったそうなんですよ。でその文章で赤門ネットワークは、象徴天皇制は国民から天皇への尊敬の念、それにふさわしい天皇の徳の双方が必要であるとして、それを掘り崩すことがあってはならないと主張されているんですね。まあそれはまあ確かに正論だなとは思いますけども、でも悠仁さまが筑波大学附属高校に入学したことについては、要するにロイヤルパワーを使った裏口入学であると断言されていると。で万一悠仁親王が学校推薦型選抜で受験する場合には、悠仁親王が将来天皇となられるお方だということへの顔料は一切抜きに公平公正に選抜することを要望すると。で悠仁さまが提携校制度を使って筑波大附属高校に入学した経緯を裏口入学と断言するのはちょっと言い過ぎじゃないのと言ってますよね。まあ確かにこの制度は悠仁さまのために作られたのかもしれない。そうかもしれないですよね。時期的にも大体合ってますからね。正規に存在する制度を利用して入学したのだから、まあ、裏口とは言えませんよね。でも国民に裏口に近い経緯で入学したという印象を与えるとしたら、まあ、これは悠仁さまにとってもね望ましいことではないと、まあ、語っていらっしゃいます。そこで、ね、まあ、悠仁さまが東大に入ったとすると、まあ伴うリスクというのが天皇の政治利用、そして広告塔として利用されかねないリスクがあるというねお話なわけですよね。まあ東大というのは、まあ、そもそも基本的には面倒見も良くはなく、何事も学生の自主性に任せている大学です。自分が教員になってみて初めて、世の中にはこれほど学生の面倒を丁寧に見てニーズに応えようとする大学があるのかとびっくりしたものだと。まあ、その意味ではですね、やっぱり学習院大学というのは皇族の入学を前提としてできた官立大学だけあって、規模からしてもカルチャーからしても絶妙であるように感じると、まあ、実際にこの方は、まあ、大学の社会学部の教授をされていますから、やはりなってみて初めてわかることもねあるわけですよね。まあ、秋篠宮ご夫妻のような、まあ、キャンパスの恋がね実ったのも、まあ、そうした穏やかな環境があったからこそというふうにね語ってらっしゃいますよね。まあそういう一連の流れからして、まあ、東大入るのは、まあ、実力からしてどうなのというところは、まあ、置いといてですね、まあ、この方からするとそう難しくはないというねお話をされていますけどもね。でも入ったらリスクが伴いますよというお話になっておりました。まあ、そこで、まあ、著名人の方でひろゆきさんという方がいらっしゃいますけども、あの方が悠仁さま東大進学説に疑問を抱いていると。まあ、その東大にはトンボの権威の方がいないという、そして専門家の方もそれに対して同調されている、私も聞いていますというね語ってらっしゃいましたね。まあ、ある番組にリモートで出演されまして、まあ、自分の意見をね語っていらっしゃったということですけどもね、まあ、まだ明らかにはなってませんけども、まあ、推測で、まあ、東大の推薦入試を受けると、まあ、憶測が広がっている中、特別扱いであるとして反対の署名運動のサイトも立ち上がるなど、まあ、いろいろね騒がれているということで、そこでひろゆきさんは象徴天皇制について、天皇って権力はないという前提が大事ですと、そういうふうに指摘しながら、東大に行きたいのであれば一般入試で普通に受験して合格していっていただいた方がいいんじゃないかなと思っています、そのように結論付けたんですね。でこれに対して元宮内庁職員おなじみの山下真司さん、基本的人権などが制限される皇室の特別な立場を念頭に、競争による入試ではなく特別枠による進学が望ましいとされているということなんですね。でその後番組の中では、悠仁さまが赤坂御用地のトンボについて研究者2人と共に書いた論文も紹介で、ある方が国民目線としては生き生きとある程度ご自分の思った通り生きられたらいいのになと、まあ、一般市民的な、ね、意見も述べられていて、そしてまたこれに対してひろゆきさんは、ご自分の思った通りというのはちょっと疑問なんですと、そして東大にトンボの研究の権威の先生がいて、この先生のところで学びたいんですというのがあるんだったらそういうことなのかなと思うんですけども、東大農学部にトンボの権威の先生いないらしいじゃないですかと指摘されたんです。すると山下さんもそうみたいですねと、まあ、同調したというねお話なんです。なのでひろゆきさん的には、研究がしたいわけじゃなくて東大に入らせたいという思惑があるから入るという感じがしちゃうのが良くないと。
で本人以外の思惑や見え方についても言及していて、山下さんはここでも、まあ、全くおっしゃる通りですと、そういう印象を一般の人が受けますと、まあ、肯定されました。で山下さんは幼稚園とか高校の入試も特別な制度が作られたタイミングが悠仁親王殿下のためだろうというふうに見える、それはおかしいんじゃないか、不公平だと言われると語ったと。まさにその通りじゃないのと、そういうふうにしか見えないですよね、逆に言えばね。で山下さんはその後続けまして、私も東大にトンボの権威がいないというのは聞いていますので、東大じゃないんじゃないかなと私は思っていますと。悠仁様の希望の進路について推測、まあ、別の教授の方も私もそう思っていますと同意したというねお話がありました。東大じゃなく別の大学で、そのトンボの権威がいらっしゃる方がいる大学に行かれればいい方向に向かうかな、どうでしょうかね、少しはちょっとは和らぐんじゃないかなというふうに思いますけどもね、いかがでしょうか。おそらく最後のチャンスじゃないのかなと思いますよね。悠仁様の進学先がどこになるかで、秋篠宮家に吹く逆風かで、和らぐか和らがないかは、まあ、本当に最後のチャンスじゃないのかなというふうに思いました。今回は悠仁様の東大進学についていろいろとね苦言を申されていた大学の教授の方がいらっしゃいましたのでご紹介いたしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。